どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとドーンハニーさんでございます。さあちょっと今日はねハニーさんが質問があるっていうんでちょっとその質問に答えようと思うんですけど雨がすごかったようで。そうだね。はい、あの皆さん大丈夫だったかな、うん、ね今日はもう復活し始めてると思うんだけど、ね、お気をつけください。僕たちはね大丈夫でしたよ、はい、ということなんですけどね。はい、じゃあ今日の質問は一体どんな質問でしょうか。ガズピアノをやっていて、ガズピアノ、はいはいはい、で曲を歌います。歌います。でメロディーラインがあります。メロディーライン難しい、うん、いろいろメロディーラインあるね。メロディーラインが私が思ってたメロディーラインと、うんうんうん、実は違うことがよくあって。よくありますよね。あのだから自分でにわかに覚えてるメロディーと本当のメロディーってちょっと違ってんですよね、結構。そう。うん。僕もそうですよ。で、にわかどころかがっつり覚えてる時も違ったりする。そう。もう自信たっぷりで間違えてるってことですよね。そう。メロディーをね。そう。はいはいはい。で、それを、うん、違うっていうことで、うん、直してもらうじゃない。あ、僕がそれを、ハニーさんが歌ってるのを聞いて、あ、そのメロディーじゃないんだよね、こうなんだよねっていうやつですよね。そう。はいはい。で、その時の、この、音程ね。行き来が、うんうん、なんていうのかな、その、こうなってこうなるぐらいならさ、うん、分かるじゃん。微妙な音程差ってことですね。だけどこうやって1個上がったりとかさ、1個下がったりとかっていうところまで分かるじゃん。でそれを説明してくれるときに、うん、ウクレレで説明してくれるじゃん。ウクレレで説明する。メロディーでこうやってメロディーでそうそうって説明するんです。僕はメロディーラインを説明するときに、そう、うん、でそれが私はそのこうね左手でカーカーカーってやるじゃん、うん、そのカの次の次のカは下に行ってんのか上に行ってんのかっていうその法則が全く分かってないわけ。あ、はい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 、でそのじゃあ私はピアノで置き換えて、うん、ピアノだったら本当にこっちが下でこっちが上って言って音程がね、こっちが下の方でこっちが上の方ってね、そう分かるけど、だからこうやってねそれ鳴らして やればそ教わったことが分かるんだけど、まあまあ、ウクレレの場合ねこの弦のねこっちに行けば高くなるって基本なことはあるんだけど、弦のまたぐっていうのはあるからね。そうそう。それで、そのピアノの人はそういうことだ、で、私もそういうことわかるんだけど、これだけで自分でね、その楽しんでる方がもしいたとして、そのメロディーが、あ、自分はこれ上行ってたの、下行ってたのっていうのが、うん、なんかその拾うときとかに、なんか、どうしてみんなわかるんだろうって思って、特にあなたとやってるとき。一本の弦だったらわかるんじゃないの？こっちが下がってこっちが上がるだもんね。それはわかるけど、またいでるよくこうなんて、うん、でなんかそのキーもさ、まあいいや、ちょっとどの曲で今困ってるかっていうのをまずやってみましょう。まずねこの話よりまず実践した方がいい。そうだね。うん。で？で今回その詩音祭のメモリーをね。あ、はいはい、ガズピアノで取り上げようと思って、 そのメロディーラインがすごい難しいって話なんだよね。そう。あの曲ってよく聞くと絶妙なメロディーラインなんですよ。本当に。ね、特に北へ帰るの歌い出しのところだよね。聞きたいよ、あ、そうかそうか、聞いてよ、その日を飛び越えて砂に書いたアニスよ、なんだけど砂に書いたところなんだけど、ここをやってみると、ウクレレやってみると、1弦でできるんですよね。確かに。なんで2弦の時もあるの？それはもうメロディーのラインで、だけど2弦、1弦の下は2弦じゃん。こっちはどんどん下がっていくんですよ、音程も。へぇー、テンテンテン。で、本当は4弦も下がるはずなんだけど、ウクレレの特徴として4弦がたまたま高くなってるんだけど、だからって弾くと下がってるじゃん。そのさ、このさ、うん、この移り方は何なの？これはそういう法則だから、もう覚えるしかないんだよね。そういうことか。それも覚えるわけだ。そう、だから、やっていくと。で、高くなっていくから、ここまで来て、ここの1弦の1フレットより下になったら、もう2弦の、1弦の0フレットと、2弦の5フレットって一緒なの。だから、ここの、1弦の0フレットより音下げたいなと思ったら、2弦に降りてって、音探していけばいいんだよね。それはもうそういう決まりなの。もう決まりなの。うーん、そう。だから1弦の0フレットと2弦の5フレット同じ音。なるほどね。同じ音だから、例えばねね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 だとすると、で1弦の3フレット、1弦の2フレット、次1弦の0フレット、その次どこに行ったら分かんないという時は、うんうん、そうそう、1個下に行って探してみないんだよね。5フレット以下で、そういうことか。あ、ここだってなるわけね。
一個ずつやってみると、1弦の3フレット、1弦の2フレット、1弦の1フレット、1弦の0フレット、その次、2弦の4フレット、その次、3フレット、2フレット、1フレット、2弦ね。で、2弦の0フレットの次は、今度3弦の4フレット。3フレット。これね、面白いことに。ずれるんだ。そう。これが不思議なとこで、そういうルールなの。なるほど。だから3弦は、2弦の0フレットのその下は3弦の3フレットだ。へー。つまり3弦の4フレットの音と2弦の0フレットは一緒なの。同じ音。で、1弦の0フレットと2弦の5フレットは同じ音。ね。で、困っちゃうのは4弦。うん、で、この後下がるかと思いきや、この4弦っていうのはまた高いんですよ。うん、これはウクレレだけで、うん、ギターもベースも本当はここ低いの。うん、で、その感じが好きな人は、ロージーといって、1オクターブ低い、その弦を張るわけだよね。そうすると、でー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 だーでーだーってなるんだけど、でーでーって、また上がっちゃうんだよね、変に。そこら辺がちょっとね、ウクレレならではの難しさなんだけど、でも歌のメロディーを確認したいときは、1弦、2弦、3弦だけであれば、もう大体大丈夫だと。そうするとちょっとこの潮騒のメロディーを弾いてみると、聞いてよ、だから、ここから1弦の5フレットから。こういうことだね。でもこのメロディー難しいよ。す、う、す、ん、す、な、す、なに書いた、たった、I miss you。この I miss you が難しくて、みたいだよね。そう。このさ、砂っていう音と、砂っていう音が一緒って言われてもさ、す、なに書いた、すと違うよ。す、なに書いた、あいだから、ちょっと違うんだよ。違うんだよ。で、それを、キーボードだったらでもわかるの。そう。なんだっけ、どこだっけ、こっからだ。なんか視覚的に分かるんだよね。そう、こっちが高い、こっちが低いだからね。ちょっと映ってない。はい。そっか。そう。そう。うん、上がって下がるみたいな感じでね。そう。なるほどね。そう。で、ここが一番難しい、この曲。鍛え替えるの、ここのメロディーがね。うん、これを歌うと、鍛え替えるの、誰にも会わずになんですよ。このメロディーめっちゃ難しい。やってみると分かる。それでやると、こうか。鍛え替えるの、ほら、ここも2弦の3フレットになってる、ね。それがさ、さっぱり分かんなかった。1弦の3-3-5-3-2-0、その次、2弦の3フレット。で、1弦の0-0-3-5、二弦の三、あ、じゃね、五、あ、じゃね、またややこしい。これ二弦の五でも、一弦のゼロフレットでもいいのよ。うん、うん、そうだね。そう、この、これどっちでもいいの。で、それを、そのどっちでもいいとか言われると余計ややこしいんだよね。うん、とにかく下がっていくんだったら、こういう今みたいな順番になる。わかった、やっと。わかった。わかった。それを僕ね、何が聞きたいのかがもうわかんなかったからね。そうでしょ？今ね。だから、そういうことなんですよ。下がりたいときはこっちの下の段の弦に下がっていって、音拾って探していけばいいんだけど、要は同じ音が出てくるってことよ。要は、1弦の0フレットと2弦の5フレット同じだから、これどっちでもいいわけ。そう、そういうことだよね、知りたかったことって。そう。だから、この鍵盤楽器だとこっち行けば高くなるよ、こっち行けば低くなるよっていうことなんだけど、そう。ギターとかウクレレの場合は、こっち行って低くなったら今度こっちの弦に変わるっていうことで、そう。その感覚なんだよな。だから、つまり、その、要は、ここでさ、うん、よく完結してるじゃん、うんうん、だけど一弦のここよりも高い時はこっち行くよね。そう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 。でも大体ここまでだったら、ねうん、全部音階は収まるはず。だすごいあのなんか1オクターブ高い人のメロディーの時はそうそうこっちまで行く可能性があるってことなんで、ね、そういうことなんですよ。そう。それがなかなかでこうやって歌ってみると僕の場合はこう聴いてるだけでねなんかメロディーってこういう風にね自分の中でもう経験値がすごいから聴、うん、いてるだけで鍛え替えるの誰にも会わずにとかわかるんだけどなんかやっぱなかなかね自分のメロディーになっちゃうんだよね。だってさ1個だけずれてんだもんね。鍵盤で言うとさ本当会わずにがこの1個私が歌ってるのを1個間違えてて、そう。違うって言われても、へぇ、鍛え替えるの、誰にも会わずに、そう。そうそうそう。ハニーさんは、誰にも
わずにってなってね。そう。誰にも会わずにってなってそうじゃなくて、誰にも会わずになんですよ。これ、ちょっとした微妙なところ。これがですね、そうそう。それを、その全然この意味が分かんないところで、こうだよって言われても全然分かんないから、こっちにいちいち置き換えないと分かんなかったわけ。だけど、本当言ったら、この1っていうよりは、音の高さで覚えられるといいんだけどね。サニーさんの場合ちょっと高くって言ってもその後低くなっちゃったりするからね。イメージ力も大事だと思うけど、これあなんかさよくね、初めて聞く曲を覚える時とかきっとこんなみんななってると思うんだよね、うん、その自分がさ聞いた時のメロディーとちょっと違うからね。だからガズさんがよく書いてるこのさこのメロディーラインね、このラインで、うんうんうん、これも私さ鍵盤で置き換えて一個一個確認して上げて下げてって書いてやっと分かるの、まあ、まあね。そうだからその積み重ねなんだなっていうね、ちゃんと訓練っていうかさ、そうだね、それがね、体についてるっていうか。今勉強になったのはこう鍵盤かけたってこっち行って高くなるこっちだけど、うん、ウクレレの場合は下がってきたらここより低くなっちゃったら今度こっちでこう行って、今度こっちで下がってて、こう次はこの鍵盤がこういう風に並んでると思って上の段に行けばいいという風にことだね。どっからどっかは一緒ってことだよね。そういうこと、そういうこと、そういうことです。でまたあともう一個さ、鍵盤楽器だとこの白いところと黒いところってすごく分かりやすいけど、この場合ウクレレとかギターの場合は黒いところも白いところも同じレベルであるじゃん。黒いところどうなってるの。黒いところもここに普通に例えばって弾いたとすると、うん、こっちなるほど、そういうこと。だから1弦の5-4-3-2-1って弾いたとすると、そう、そういうこと。だから黒い鍵盤だろうが白い鍵盤だろうが、こういう弦楽器の場合同じ、要は均等になっちゃってるってことだよね。でも絶対入ってるんだ。入ってる、入ってる。え、ちょっと待って、やってみよう。ここら、うん、下さん、はい、はい、そういうことか。こんな感じなんですね。なんかそうだから、これを結構だからその知ってる人はそれそうだよってなると思うんだけど、そうそう、そういうことなんです。ちょっと今日は特殊な動画ですけどね。まあまあ個人的にスッキリした。うん、よかったよかった。そういうね、素朴な疑問ね。メロディーってさ、やっぱね、覚えられないメロディーっての本当あるからね。いやー不思議だよね。不思議。僕は特にね、バックナンバーとかね、あの辺のね、やつがやっぱりちょっとね、すごくこうやってメロディーを確認する。うん、やっぱ今、例えば、夜遊びなんかもすごい。夜遊びなんてもうここでやってたと思ったら、ここ行って、ここ行って、ここ行って。今度こういうメロディーの応酬で、まあ、それはすごいことになってんですよね。まあまあまあ、でもそれでだいぶ分かりやすくなってくるんじゃない。でもさ、そういうさ、ほら、こっちからこっちに行くぐらいの方がさ、分かりやすいじゃん。このさ、微妙なさ、このライン。あの方がすごいなって考えられてるっていうのなんていうの、なの、いや、それはそうとも言えなくて、例えばここからっていう風かと思ってたらっていう風に、そっかそっかね、その行き先もさ、このミリ単位でメロディが違ってたりもする時もあるからね。だから一概にそのか、あの差が広ければ簡単かって言ったらそうじゃない。まあそっか、そうだね、確かに。まあでもだから、あんまりね、それも大事な要素だと思うけど、あんまりそういうね、ロジカルに考えなくて、やっぱ聞いた感じで掴めるようになるといいと思うけどね。でも、大体聞いてると、大体オリジナルのメロディーにしちゃうもんね。だから、やっぱりほら、例えば、詳細のメモリーとかってさ、毎日聞いてた歌じゃないじゃん。まあまあそうだ、ね。アマチュアのドラマとか見てて毎日聞いた方は、きっとさ、ああ、そうそう、そういうこと、そういうこと。その微妙なニュアンスが、きっとね、分かってんだって、ね。入ってんだよね。うん。だから好きな曲ってのはそういうことだよね。そういうことだよね。だから今からガズさんやっててかっこいいなと思って練習するような方は、案外よく分析すると、微妙なメロディー違っちゃう可能性も大だよ。僕なんかよくあるのは演歌が好きだとか言って、やっていろいろよし行くぞとか、いろいろ弾いてみると、本人の聞いたら全然違くて、もう勝手にどえらいアレンジになってるんだよね。それはな、そう、これはさすがにちょっとあれだなと思って、まあ直したりする時もあるんです。やっぱりね、自分の頭の中でどんどんね、そのアレンジしちゃうみたいで。そう、まあだからそういう時に、まあこう自分のメロディーをこう分かるとね、まあまあいいかなと。まあ今日のね、の学びはだからそこですよ、基本は。鍵盤のこれとこれ行ったり来たり、高いから低いっていうの分かりやすいもんね、鍵盤。確かに、ね。そう。ウクレレの場合は、
ここまで行って下がりきったら今度2弦に降りてって3弦に降りてってっていうのが勉強になったと。そしてあと、鍵盤楽器ではこの黒い鍵盤と白い鍵盤がものすごい違う存在みたいに見えてるけど、こういうものでは全く同じ並びに入っちゃってるから、なんか要は、なんつうのかな、ね、なんかこの目がさ、泳ぎがちっていうかね、そんなのはあると思うね。まあちょっとそんな動画でしたと。歌のメロディーのこの、撮るときね、この自分で一回弾いてみるとすごく、やっぱり面白いですよ。例えば、例えば、愛しのエリーだったら、ね。で、だんだん分かってくるわけ。僕今初めて弾いたけど。そうだね。みたいな感じで、うん、はい、なんで感が結構働いてくるっていうか、うん、今のを別に聞いて多分ここかなみたいな感じでやっていってるわけだよね。でも鍵盤も一緒だと思うよ、そんな感じで、うん、まあなんで慣れとか、例えばゲームとしていろんなメロディーこれ弾いてみるっていうのはいいかもしれないですね、うんうん、はい。この単音で弾くときは、うん、そのコード的なキーは C なの？だから今は C で弾いて、なんか C だって歌い出しがわかるから、だ例えば G からやったとして、そう、 G から始まるとすると「なかしーた」ってなるから、そうすると「そっかそっかそっか、ああなるほど、分かった」基本的すぎてあれだけどよく分かったみたいな感じでできるってわけです。キーによって全然違う。 A だとすると「なかしーた」だから、ほんとまた「なるほどなるほど、そういうことか」というふうになるわけです。でこれがキーってやつですね、うんうん、なんでまあそう、今日はなんかある意味、まあ、いいお勉強になったんじゃないかなという。僕もね、ハニーさんが何を聞きたいのかもちょっとよくわからずに。そう、いつもね、それでやってんだよね。そう、このシャッターを今、録画スイッチを押しているわ、うん。何を聞かれてるのかがよくわからないままです。よくわかった。今かった。逆に何がわかんないのかがわからないから、僕の場合。そう。素晴らしいです。そう。なんで、もしかしたらこの動画役立つなっていう人もいるかもしれない。なんかね、わかんないけど、うん、素晴らしい。ウクレレしかできない人もいるかもしれないじゃん、うん、そうだね、そう、音をやるときに、そうだね、そうそうそう、キーボードわざわざさ、うん、電源入れてここに持ってくるのも大変だし、ね、そうしかもキーボードで分かってもなんか、そうそう、だからガスピアノだったらこれが活かされるんだけど、あ、まあ、そうだ、ウクレレじゃ分からなくなっちゃう、まあ、多分今日からちょっとウクレレもやってみたい ね、このメロディーが、確かに確かに、うん、これの練習できたらさ、なんだっけ、あのちょっとリフってないな、なんていうの、リフなんていうの、私が嫌いな、ほら、あの単音でこう動くやつ、キメとかですね、よくさ、あのタブフ、タブフ、うん、もうさ、あれかもね、できるようになるかも、ね、できるんじゃない、タブフなれるかもね、うん、タブフっていうのはそれをただ数字に置き換えてるだけだから、うん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 、そう、小杉さんタブフを読むのがね、苦手意識がすごいある、そうだし、あと動くのも苦手じゃん、まあね、だから、うん、これでね、なんかね、そう、位置が分かれば、ね、経験になるかもね、そうそうそう、まあメロディーは、まあ、こうやって自分の歌 の、 あのガイドの確認をする上でもいいんじゃないですかね、うん、はい、勉強になったね、はい、そんなことでございます、納得、はい、これを数字にしたのがタブフですからね、そうだね、はい、そうすると今弾くのをこのタブフにすると、うん、1弦の0357530というふうになるわけで、だけど別にだからあのタブフは書いてるだけで、別にタブフが最初にあってその通りに弾くんじゃなくて、うん、自分が弾いたのをタブに落としてるだけで、だから逆に言うと今のメロディーを、うん、今の2弦の5フレットと1弦の0フレット同じ音なんだよね、うん、だからこれどっちでもいいですよって感じなんです、うんうん、あ、そうね、そうそう、だからなんていうのかな、タブフっていうのは1個の、1個の方法に過ぎないから、それが正解っていうか、これだけじゃないですよってわけじゃないのよ、だからそれはあんまりね、あの堅苦しく考えずに楽に考えてください。同じ音がいっぱいあるっていうのがね、こういう鍵盤楽器と違うところね、弦楽器はまたいでとかっていうお話でした。たまにだから何とかに変えてもいいですかっていう方いるじゃん、タブフでさ、うん、ガス代とか、ああいい、うん、それはそういうことなんだね、そう同じ音がいっぱいあるからね、そういうことなんだ、ね、1弦の0フレットって書いてあるけど2弦の5フレットでもいいですかって、さ、いいに決まってます、同じだから、そういうことなんだね、なんだけどマニアックなこと言うと、1弦の0フレットと2弦の5フレットって同じ音なんだけど、1弦の0フレットだとビブラートかけられない、なるほど、2弦の5フレットだと、そっかそっか、1弦はペーンってなっちゃうわけですよ。そういうことも含めて、なんでカズさん簡単じゃない5フレットにするのっていうふうに聞かれるときは、それはどうしてもビブラートかけたいからみたいな、そんなね、いろんな話があるわけですよ。だからまあ、最初のうちは、わかる範囲でそのメロディーを拾っていけばいいというふうに思います。なるほど。よかった。よかった。はい、
そんなことでございます。はい。ありがとうございました。いい勉強だったね。まあ、めっちゃ、だから私も本当に納得した。まあ、こういう小さい積み重ねで。でも、やっぱトライしてみるのいいよね。自分が好きな曲をこう、メロディーをこう弾いてみるね。そうだね。ぜひやってみてください。はい、ということで、皆さんもぜひやってみてください。ということでございます。はい、6月10、11、12、うん、なんだっけ、G ラボポップアップショップが、はい、初めての大阪でオープンということで、うん、ヨッシーとアッキーが皆さんお迎えするわけですけれども、うん、大阪のララポートエキスポシティ展開催ということで、うん、島村楽器店さんの一角をお借りして、はい、フルラインナップの思想とか試し弾きいろいろできます。質問もどんどん答えて、ね、アッキー、ヨッシーが、答えていきますということなんでね。あとお店のオーダーセミ お店の、スペシャルオーダーのウクレレも あるということで ね、ぜひ関西方面の方、関西に行かれる用事がある方、行ける方、ぜひこの3日間行ってみてくださいということでございました。はい、それでは今日はなんか不思議な勉強動画になりましたけど、はい、はい、楽しい音楽、楽しい週末をお過ごしください。じゃあ皆さん、ごきげんよう、バイバーイ。